はい、コズの趣味部屋へようこそ。いやー、昨日に続いて呪術廻戦ウェアハウスなんですけれども、今日も巡ってきましたね。疲れましたね。いやー、で結局ね、回りに回って全然なくてね。まあうちの方ではセブンイレブンがもう夕方入荷って言われたんですよね。で午前中から回ったんですけど、ほとんどが夕方なんで、もう夕方を待つしかないっていう感じだったんで、一旦帰ってきた状態なんですけどね。まあでもね、あの予約した5個予約したっていうところはちょっと拾ってきました。はい、で一応ね5個って予定だったんですけど、はい、なんか知らんけど6個なんかあったんですよね。で店員さんがあれ6個だなって言って、でも6個で買えるんだったら6個がいいんですけどって言ったら、ああそうですかっていう感じで大丈夫だったんですけど、しかもプラスね、カウンそのレジの横に普通に販売してる分もあって、それがラス1だったんですよ。ワーフ1パック、はい、でこれもいいですかって言ったら、まあ、大丈夫ですよっていうんで、結局合計7個買いました、そのセブンイレブンで。それで一応ね、そのセブンイレブンのね、横にすぐ横にファミリーマートが隣接してるんですが、そのファミリーマートも一応見てみるかなってちょっと寄ったんですよね。そしたらあったんですよ。はい、まあ丸々じゃないんですけど、また虫食い状態だったんですけど、こちら、はい、15個あったんですよ。なんで隣のファミリーマート大丈夫だったんだろうってね、5個だけ抜かれた状態でまたありましたね。いやー、なんだろう、見落とし、東大元暮らし状態がね、なんかセブンイレブンにしかないと思ってるのかな、みんな。なぜかファミリーマートには15個残ってたんですよね。いや、自分としてはラッキーだったんですけどね。はい、ということでね、早速合計22個か、はい、約ワンボックスプラス2パックって感じだね。はい、では早速開封していきましょう。ではね、早速セブンイレブンの7パックを先に開けていきましょう。はい、はい、いきます。1枚目、せーの。あ、持ってない、伏黒出てなかったね。前回のは SP だったんで、これは普通のレア。はい、続いて2枚目いきます。せーの。お、持ってないね、持ってない。よしよし、釘先のバラレアかな、レア。はい、いいね、持ってない。3枚目いきます。せーの。あ、持ってないな、これ家入り持ってないぞ。ノーマル。はい、では4枚目いきます。せーの。あ、イタドリだ、イタドリの SP ですね。箱押し、よっしゃ、持ってない。はい、SP。 続いて5枚目いきます。せーの。あ、ナナミンは持っている。はい、では6枚目いきます。せーの。あ、持ってる、ゲートは持っている。ではセブンイレブン最後の7個目セブンだけにご条項い、せーの。
あ、でも持ってないぞ。上五、上五はノーマル、特級呪霊ですね。はい、ではここからはね、ファミリーマートの15個、はい、そちらの分を開封していきます。では早速1枚目、せーの、お、きっと SP です。 SP のイタドリと両面スクナ、いいね、かっこいいね。はい、 SP、ビジュアル、キービジュアル的な、かっこいい。はい、では2枚目いきます。せーの、あ、持ってる。こっからはさすがにダブりまくりの気がするな。はい、では3枚目いきます。せーの、あ、普通か、普通の SP じゃないやつ。4枚目いきます。せーの、あ、やっぱ持ってる。はい、では5枚目いきます。せーの、あ、伏黒の SP 持ってるな。 SP 出たけど持ってるやつですね。残念。6枚目いきます。せーの、持ってるな全員は。はい、はい、7枚目いきます。せーの、あー、工場出たけど持っている方ですね。はい、8枚目いきます。せーの、あ、持ってる。やっぱダブルな、こっからな。はい、9枚目。せーの、あー、もういつイタドリの SP だ。やべえ、工場の SP が出ない。10枚目いきます。せーの、あー、持ってるな。やべえ、11枚目。せーの、あー、普通のイタドリ持ってる。12枚目。せーの、あー、持ってる。イジチさん持ってるよ。13枚目いきます。せーの、あーら、ナナミ持っている。はい、14枚目。せーの、あ、これは持っていないな。はい、矢が学長ですね。矢が学長ノーマル。いや、ついにファミリーマートの15個分もラス1になりましたね。工場は SP 出ねえ。マジか。いきます。せーの。あー、やっぱり出ない。まいったな。はい。あれから数時間。今夜です。ということでね、さすがにさっきので終われないんで、夕方に行きましたよ、また。はい。で、電話で問い合わせた時に夕方に入るって言ってたお店の2軒をちょっと行ってきました。はい。で、まあ、2軒ともセブンイレブンなんですけど、で、一番最初に行った1軒が、ついて速攻でお菓子売り場行ったら、置いてないんですよね。で、ちょっと店内歩いてたら、よくね、トラックで納入するときにコンテナに積んで入れるんですよね、お店に。で、そのコンテナが普通に無造作に置いてあったんですよ。はい。で、その中になんかお菓子系がいっぱい入ってたんですよね、なんかボックスで。で、多分これだなと思って、
ただまだ出してないだけなんだと思ったんで、ちょっとね、あの店員さんに聞いてみることにしました。はい。そしたらね、いや、ある来てるけどまだ検品とかしてじゃないとお店に出せないって言われて、まあそれでお店に出せるのが時間的に6時ぐらいになっちゃうって言われて、あと2時間も待てねえよと思ってね、さすがにもうそのお店はちょっともう断念しました。はい。まあ、その時にね、ちょうどなんか若い女の人がね、お菓子売り場にいたんですけど、何かを探してる風だったんですよね。何かを探しててなんか待ってるような感じも見受けられたんで、多分同じだったと思うんですよね。呪術廻戦あれを探してたのか待っているのかっていう感じの、動きをしてたんでね、まあしょうがないから私は別のもう一つの店舗に行くことにしました。はい。で、ついて、まあ見たんですけどね、お菓子売り場を、置いてないんですよね。あれ？と思って、で周りを見たらコンテナとかもないんですよね。あれどうなってんだろうなと思って、そこを私の行きつけの一番利用してるセブンイレブンなんで、もうお互い顔を見知った仲なんですよ、そこのオーナーさんと。はい。でオーナーのおっちゃんがね、ちょうどレジにいたんで、ちょっと聞いてみたんですよね。はい。そしたら、いやいつもだったらもう来てるんだけど今日はちょっと道が混んでんのかなっていう風に言ってたんで、でなのでまだ来てないからって言われたんで、じゃあちょっと待っててもいいですかって言ったんですよね、店内で。そしたらちょうどその時にセブンイレブンのトラックが来たんですよ。おお、あ、来ましたねって言って、で、あ、じゃあちょっと待ちますって言って、でちょうどそのオーナーさんがね、やっぱ常連と分かってるんだろうね、俺のことをね。とりあえず検品もそこそこにね、もうその呪術廻戦のウェアハウスだけをね持ってね、小走りに来てくれてね、で、あ、これですねって言って、あ、そうですそうです、それですって言って、で買うことができたんですよ、ワンボックス。じゃん。はい、ワンボックス買うことができました。初めてのワンボックス。いや、なんかね、オーナーさんも言ってましたね、いや、なんかこれ人気みたいですねって、でまあとりあえずね買えたんで、まあそこのねオーナーさんとはもうほんとね顔見知った中なんでね、今度 LINE でも聞こうかなと思ってるんですよねその方が早いですよね、もし LINE 聞けるんであれば LINE 聞いて、まあ多分50後半ぐらいのおっちゃんなんですけど、まあでもね、LINE 交換できるんであればね、 LINE で、ああ、今来たよとはね、そういうのができるんだよね、わざわざね、来てもないのに行ってね、その場で待つっていうのもめんどくさいですからね、なので今度はね、その店長さんの LINE を聞くっていうね使命ができましたねはい。まあでもね、ほんとすげえ恥ずかしかったね、ほんと待ってる間ね、オーナーさんだけじゃないんですよ、普通の女性の店員とかいるんですよね、女性の店員さんとか若いね、すげえ恥ずかしかったわ。まあ、本当マスクがなかったらね、ちょっと今一歩踏み出せなかったかもしれない。マスクの効果は大きいね、はい、ということでね、これでね五条が出なかったらもう全てが水の泡に消えますけどね、とりあえずね、あと何枚だったかな、あと5種類ほどなんでね、サドンデスでいきます。はい、はい、では早速1枚目いきます。せーの、パンダか
幸先悪いね。まず2枚目、せーの。あー、ゲートだよ。どんだけゲート出るんだろうな。3枚目いきます。せーの。あー、113。4枚目、せーの。あー、伏黒。5枚目、せーの。五条の SP 来た、やった、報われたぜ。もうこれだけで満足ですわ。イケメン先生 SP 来たね。やった、五条先生かっけえぜ。すげえ、ウエハースの粉がすげえけど、後で払います。はい、これで残すは4種ですね。はい、では続いていきます。せーの。あ、持ってるなあ、うん、いきます。せーの。あー、持ってるなあ、ナナミ。はい、いきます。せーの。これは持ってないな。ビジュアルカードで唯一持ってなかったやつ。両面スクナ。よし。V。よしよし。あと3種になりましたね。いきます。せーの。あ、持ってるな。野バラ。いきます。せーの。あ、持ってる。家入り、はい、ついに半分を切りました。あと3種いきます。せーの。あー、犬巻き。いきます。せーの。パンダ、ちょっと勘弁してくれ。はい、いきます。せーの。あ、待って、シグロの SP 持ってるやつやん。いやー、参った。持ってる SP が出ちゃったよ。はい、行きます。せーの。あー、持ってる。やべえ。はい、行きます。せーの。だー、持ってる、持ってるぜ。行きます。せーの。あー、もう全員持ってる。はい、行きます。せーの。あ、持ってる、持ってる。やべ、あとラスト3個なんだけど、これ全部3個持ってないやつ出ないともう詰みなんですけど。もうほぼほぼ確実に奇跡が起きない限り無理ですね。はい、行きます。せーの。先生、これは持ってるやつ。いきます。せーの。あー、持っている SP ですね。あ、持っている SP だな。キービジュアル、これ持ってんだよな。ついにカラーラス1。残り3周か、全然来ねえ。まあ、のせめてもう1周だけ持ってないの来てくれ。いきます。せーの。終わりましたね。ということで、私の行きつけのセブンイレブンで手に入れたのは、幸いなことに一番欲しかった五条の SP が出ました。いや、これだけで報われた。はい、とあとこちらのビジュアル。残り3種はね、もうフリマアプリとオークションで手に入れたいと思います。もうないんでね、どこにも売ってないんで。はい、いやー、長い戦い。自力コンプは難しいね、これは。
だってボックス内にかぶりが何枚も出んだもん。うん、これは辛いわ。まあ、一番しかもね、この5条のカード一番高値がついてるんでね、これが出てくれただけでもあとは、うん、余裕ですね。はい、ということで、いやー今回結構激戦だったね。手に入りづらいのもあったし、やっぱり何よりこのウエハースのこのアソートのラインナップ、ダブリが多い。はい、まあ、一応ねワンボックス開けたんですけれども SP は3枚ですね、うん、3枚入りが普通なのか3枚入りが多いのか分かんないですけどね、うん、まあ、今んとこワンボックス丸々買ったのはこれが初めてなんでね、うん、どうなんでしょう。はい、ということでね、今回の戦いはこれで終わりにしたいと思います。最後ね、ラインナップを見てお別れしたいと思います。はい、ではね、アルバムにストックしたのを見ていきましょう。まあ、途中ね、こういう風にいろいろなカードは通り過ぎますが、はい、ここからですね、はい、ここですよ。レア枠でしょうね、多分ね。キャラカードが1個ないですね。はい、でビジュアルとノーマルはコンプですね。はい、で SP ですね。 SP がここに1枚とラスト1枚、計2枚の SP が足んない。なので SP2 枚にキャラ1枚って感じですね。それでやっとフルコンプ。そういえばドラゴンボールカードウェアーズはこれ終わったの？めっちゃフルコンプして集めてたんだけどね、全然あのこのブロリーゴジータ編から続かないんですけど。終わったな、いつの間にか。という感じで、あと3枚でコンプリートというところまで来ました。はい、いやー長い戦い。はい、ということでね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。